ギリシャ王国、アルファーシグマーラムダイプシロンイオタニュータウ、ラムダラムダデルタ国の標語、ラムダイプシロンプシロンシータイプシロンローアルファー、シータニューアルファータウ8月4日、体制とは、ギリシャ王国首相イワニスメタクサスによる独裁政権のことであり、ギリシャ王国時代の一区分のことである。体制は1936年8月4日、メタクサスのクーデターにより開始され、 ナチスドイツのギリシャ侵攻により崩壊した。1935年、第2共和制下のギリシャにおいて、首相、ゲオルギオス・コンディリスが共和制の廃止を宣言。さらにこれは捜査された、国民投票で追認され、大勢の復活が決定された。その後、国王ゲオルギオス2世が帰国し、選挙が行われたが、この選挙において二大政党が多数を占めることができず、 共産党がキャスティングボートを握る状態とかし、政治的に袋工事に入っていた。この手詰まりを解消するため、二大政党の人民党党首、パナギースツアルダリスト自由党党首、セミストクレス・ソフリスは、党本清掃を続け、打開を図った。しかし、共和制を支持する人々を追放していた陸軍は、不安に駆られており、これを懸念した陸軍大臣。 アレクサンドロス・パパゴスは国王へ屈信したが、国王はパパゴスを解任、後任に元軍人で極右小政党の党首、イオアニス・メタクサスが公認となった。さらに1936年4月、暫定首相、コンスタンディノス・デメルジスが死去すると、イオアニス・メタクサスが後継首相に任命され、議会を無視した政局運営を行い、政治的袋工事の解決は、 先送りされた。これらの政治的不安定さは、労働不安を引き起こすこととなり、1936年、ギリシャのテッサロニキでは、タバコ労働者がストライキを開始、そのデモ隊に対し、警官隊が発砲、12人が死亡する事態に至り、復活したばかりのギリシャ王国は、混乱をきたしていた。これまで政治家たちの対立を煽り、国内の混乱を助長していた元軍人である。 首相ヨアニス・メタクサスは、この深刻な労働問題に対処するため、強力な政府の設立を国王ゲオルギオス2世に受信。これは認められた。1936年8月4日、ギリシャ共産党が翌日、24時間のゼネラルストライキを呼びかけていたとから、これの阻止を口実に、メタクサスは憲法の一時停止を宣言。メタクサスによる独裁政権がここに成立。 ギリシャの議会政治は一旦、終わりを告げた。メタクサスの独裁体制は、法的にも民衆にも支持を得ていなかったが、メタクサスは有能であり、また公安省コンスタンディノス・マニアダキスも有能であったため、それらの障害も苦にすることはなかった。また、これに反抗すべき、ギリシャ共産党も派閥争いを重ねており、マニアダキスの策謀によりさらに争いを重ねることとなっていた。 そして警察網を利用して敵対勢力の力を削ぐことにも成功していたが、メタクサスの独裁体制は全体主義とはいえども、権威主義的、温情主義的であり、他の国々に見られる全体主義とは一線を画しており、ドイツイタリアと組むことはなかった。1。そして民衆たちもこれまでの議会政治の混乱から、マニアダキスの進める警察国家化や、 これまでの政治家への弾圧も相手抗議されず、1938年7月に、クレタ島での暴動が、唯一の大規模な反発であった。真ん中の人物が、メタクサス1930年代、南東ヨーロッパには、ドイツの影響が忍び寄っていたが、ギリシャはさほど影響を受けておらず、1938年、メタクサスは、イギリスとの同盟関係を希望したが、これはイギリスに、拒否された。 しかし、結局、1939年4月、イタリアがアルバニアに侵攻すると、イギリス・フランスらは、ギリシャが敵との交戦を行うという条件付きながら、ギリシャ・ルーマニアの領土保障を行うこととなった。1939年9月、第二次世界大戦が勃発するとメタクサスはギリシャが戦争に巻き込まれることを嫌い、中立を保ちつつも、イギリスとの友好関係は保持した。 しかし、イタリア統領ベニート・ムッソリーには同米国ドイツが、ポーランド・フランスにおいて目覚ましい結果を出していることに、嫉妬しており、それに対応するために1940年8月、ギリシャ海軍の巡洋艦エリが、イタリア海軍の潜水艦に攻撃されたが、これはギリシャに不穏な影を照らすこととなり、10月28日、アテネ在住のイタリア講師はメタクサスに、 屈辱的な最終通告を行ったが、メタクサスはこれを一言、カイヨタの一言で拒絶したが、すでに、イタリア軍はギリシャへの侵攻が開始されるのは、アルバニアから侵攻を開始したイタリア軍に対し、メタクサスは母国防衛を煽り、民族的公用を得たギリシャ軍はこれに反撃を、開始したが、数日のうちに、イタリア軍を叩き出し、反対に、ギリシャ人が一部、 定住していたアルバニア南部の解放のため、アルバニアへの逆進行を開始した。イギリスは当時、ヨーロッパで健在な同盟国がギリシャのみ溶かしていたため、空軍による限定的な支援を行いつつ、イギリス首相、ウィンストン・チャーチルは、陸軍部隊の派遣も申し出たがこれは、ナチスドイツの介入を恐れたメタクサスはこれを断り、ドイツを仲介として、イタリアとの調停を願っていた。 しかし1941年に1月末、メタクサスが死去すると、後をアレクサンドロスコリジスが後を継いだが、徹底抗戦を選択、イギリスへ部隊の派遣を要請し、オーストラリア軍、ニュージーランド軍を中心としたイギリス連邦軍がギリシャ入りすることとなったが、これは、1941年になると、ドイツはイタリア軍が敗退を重ねることにより、バルカン半島が、 連合国の支中に収まることを懸念、4月6日、ドイツ軍はギリシャへの侵攻を開始した。爆撃を受けた、家屋ドイツ軍は、機動部隊を使用することにより、ユーゴスラビアをすぐさま占領、そしてユーゴスラビア方面、ブルガリア方面からの侵攻を開始した。その後メタクサスの政敵であった、銀行家エマヌエル・ツデロスが後を継いだが、すでにギリシャは崩壊寸前であった。 4月23日、ギリシャ軍のゲオルギオス・ソラコグル将軍は、政府の承認なしにドイツとの停戦交渉に入っていたが、イギリス連邦軍は速やかに撤退。国王ゲオルギオス2世と、政府、少数のギリシャ軍将兵らは、クレタ島へ撤退。イギリス軍と共に、クレタ島の保持をも論んだが、ドイツ軍の高下両兵部隊の奇襲により始まった、クレタ島の戦いに敗北、国王。 政府要因らは、カイロへ撤退せざるを得なくなっていた。本土では4月27日、アテネが占領され、その後、ゾラコグルを主犯とする、新独内閣が8月4日体制を支持していた、王党派一部の支持を受け成立。その後、ギリシャは、数字区国のドイツイタリアブルガリアによる3、分割占領を受けることとなり、苦難の日々を迎えることとなる。ありがとうございます。